Hi, everyone. This is Toki. ロックフェラー、ロスチャイルド。世界的な大富豪の家、二つの家ですが、今回はロックフェラーに起きた悲劇をお話ししたいと思います。マイケル・ロックフェラーさん。彼は第四代目のロックフェラーの息子でした。しかし、行方不明になり、今もまだ見つかっていません。1961年11月20日、マイケル・ロックフェラーは、 当時オランダ領だったニューギニアの南部で消息を絶ったのです。当時23歳だったマイケルはニューギニアに来ていたんですけれども、お父さん3代目ロックフェラー、 ネルソン・ロックフェラーというのがマイケルのお父さんなんですが、ニューヨークの知事になり、その後、アメリカの副大統領にまで上り詰めています。まあ、地球でも有数のお金持ちの家に生まれたマイケルは、小さい時から何不自由なく、まあ、暮らしてきてるんですけれども、未開の地の部族に非常に興味があったようですね。ハーバード大学でも人類学、民族学に傾倒していったということです。で、その時お父さんがニューヨークに、 プリミティバーテオ博物館という博物館を作ったんですね。それは原始の生活をする未開の地の部族のものを展示するような博物館で、マイケルはそれらを集めて、買ってですね、そのわざわざ現地に行ってそこでいろんな部族の未開の地の部族のものを買って、それを送ってその博物館に展示しようっていう、そういった動機もあったようです。 その時マイケルはアスマット族の部族に会いに行こうとしてたんですね。で、当時その現地はカヌーで動いた方が動きやすいということで、大きめのカヌーに友人でオランダ人の人類学者、ルネという方と一緒にそのカヌーに乗って、まあ、移動していったわけです。で、アスマット族の幾人かがガイドとして乗ってたそうですね、そのカヌーに。ところが、急に天候が悪化してですね、 カヌーがひっくり返りそうになるぐらい波が立ったわけです。するとその現地の人、アスマット族の人たちが助けを呼びに行くって言って、そのカヌーから、まあ川に飛び込んで、陸地めがけて泳いでったんですね。で、それでマイケル・ロックフェラーと友人のオランダ人ルネは、そのカヌーにポツンと取り残されて、まあ漂流してしまったんです。川なのか海なのかとはっきりしないんですが、で、その、 二人がですね、ずっと待ってるんだけれども、一向に助けが来ない。二日間そのまんまそのカヌーに乗っていたと、後で助けられたオランダ人のルネは証言しています。で、それびれを切らしてマイケル・ロックフェラーはルネに、俺もう少し、もうかすかに陸地が見えるから、あそこまで泳いでって助けを呼んでくるって言い始めたんですね。 で、ここでずっと待ってても多分そのまんま二人とも死んでしまうとルネも思ってたんですね。で、ロックフェラーは泳ぎに自信があるというので、じゃあ行ってきてほしいとルネも言ったので、マイケル・ロックフェラーはボンと水に飛び込んで泳ぎ始めたんです。 しかしこれがマイケルが目撃された最後になってしまいました。マイケルが行方不明になったという一報はアメリカのロックフェラー家にも届きます。大規模な捜査が行われました。お父さんもお母さんも息子をどうにか探したいんですね。しかしマイケルの遺体も所持品も全く見つかっていません。今もまだ行方不明のままです。結局は何日も何日も探した挙句に結果的にロックフェラー家は マイケルは溺れて死んだということになっています。あるいはサメに襲われたか、そういったことになっているんですが、一部の人の間でものすごい噂が立ったんですよね。マイケルが夢中になっていたアスマット族は、人食い人種ということでも有名だったそうです。それでマイケルは、向こう岸までどうにかたどり着いたんだけれども、もしかしたら食べられてしまったんではないかという噂が今も残っています。 アスマット族の考えの中で、台風のような天候が荒れ狂うとき、よそ者が来て、災いをもたらすと考えられているそうです。その時に、岸の方から弱った白人男性が、とぼとぼと歩いてきたら、これが災いのもとかと思って、殺して食べてしまったんではないかと。あるいは実はそのオランダ領だった当時ですね、オランダの、こう、冒険者たちが、 アスマット族の幾人かを殺してしまったっていうんですね。マイケルが行く数年前に。で、アスマット族の考えの中で、誰かに殺された魂は、まだこの地にさまよっていて、その同じ殺された側の人種と同じ地を、生贄として捧げなければ、その魂は天国に行けないという考えを持っていたそうです。つまり、オランダ人も白人でしたし、マイケルももちろん、 アメリカ人で白人。ということで、あ、これは格好の、こう、いけが来たということでですね。まあ、それでですね、これ本が出てるんですね。まあ、英語で出ていた本が日本語に翻訳されています。ところが、当期これ読んでいません。非常に、なんて言うんですかね、胸が苦しくなるような描写がたくさんあるそうです。で、怖くってですね、読んでいないんですね。実際にどうやって、 を殺して食べるのかとかですね。そういったことがまあ書かれているようですさらにマイケルはそういった噂はありますけれどもそんな証拠はないんですねしかも数年後に行った人のビデオテープにそのアスマット族が写ってるんですが遠くにかすかに白人男性のような影が映ってるともしかしたらマイケルはアスマット族に合流し現地で生きていたんではないかっていう噂もあるんですねですからその本当に食べられたのか それとも溺れたのかしかしジャングルで生き残っているのかこれも全くわからないままです。翻訳された本は、作者はカール・ホフマンという方で、人食いというタイトルです。そのまんまですね。まあ、この本は、Kindle、a m a z o n の n d l e で読むこともできますが、まあ、注意した方がいいと思いますね。本当に、うわっていうような描写があるようです。 この時、この本を書いたカール・ホフマンさんは、ナショナルジオグラフィックの編集者で多くの旅行をし、そこを書いてるジャーナリストなんですね。ですから彼はこれにかなり興味を持って、現地に入っています。で、アスマット族の人々にマイケルのことを聞くと、確実に覚えてるそうなんですね。マイケルのことを覚えてると。ただ、こう、核心部分に触れると、 途端に嘘をついたり、口をつぐんだり、話をそらすんですって、アスマット族の人々が。ですから、カール・ホフマンは、覚悟を決めて、次に、もう一度現地を訪れて、通訳なしで彼は、そのアスマット族にのこう入っていって、体当たりで、こう、ジャーナリストの精神でもってですね、こう、確実に記録をつけていくわけですね。 で、この本はそれを読むだけでもすごいと言われている本なので、まあ、興味のある方はご覧いただければと思いますが、まあ、トーキーは怖がりなので、ちょっとこの本は怖いなと思って、まあ、遠目で見ています。マイケル・ロックフェラーが消えた1961年のわずか2年後に、その地はオランダ領から離れて、インドネシアの領になっています。 で、その現地はですね、まだ今もジャングルのような、まあ、様子だそうですね、まあ。ロックフェラーという世界的な大金持ちに生まれて、まあ、このような運命を辿ってしまったということで、 まあ人間が生きるか死ぬかの時にはお金は全く関係ないんだなっていうことが、まあ、これでもわかるんですけれども、まあ、今回はマイケル・ロックフェラー第4代目のロックフェラの息子について、まあ、お話をしてみましたもしよろしければグッドボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではおやすみなさーい